画開始をして、もう一回 iTunes に戻ります。で、お待ちください。この準備して、あっち一度下げます。一直線犬道楽のワンちゃんコミュニケーション教室。皆さんこんにちは。ワンちゃんコミュニケーション教室の始まりです。ナビゲーターはワンちゃんと飼い主さん双方の思いを尊重したフェアトレーニングをモットーとするリンゴの認定インストラクタートレーナーの末川と、リンゴ認定インストラクターの名護と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。この番組はご愛犬との暮らしを楽しむためのアイデアをお伝えする番組になります。私たちが所属するリンゴでは、支配服従の関係ではなくパートナーとしての関係を築けるよう、さまざまな情報を科学的根拠に基づいてお伝えしております。今回次回と番組後半のお困りごと相談をお休みして、なんと素敵なゲストをお迎えしておりますので、どうぞごゆっくりお楽しみくださいませ。犬の寺小屋。ご愛犬に何を伝えたいのか、どうやって伝えるのか、義務としてのしつけではなく科学的で人道的な方法により、ご愛犬の自信と自発性を育てる自発性を育てる伝え方を各テーマに沿ってお話ししていきます。はい、今回からですね、犬の壺と統合しまして、はい、犬の寺小屋一つでテーマを絞ってお話ししていきたいと思います。はい、お願いいたします。ちょっとね、今まであのコーナーが細かくてなかなか話しきれなくて、結局は連続で話しているみたいなことになっちゃうんで、そうですよね。はい、では今回、今日のテーマですね、はい、前回ね、正解の伝え方、ワンちゃんへの正解の伝え方でクリッカーの、ご紹介を少ししました。はい、今回もね、そのクリッカーの使い方のお話をしていきたいと思います。はい、お願いします。はい、ではまずですね、今日のテーマ、はい、なんでクリッカーなのかっていうところですね、もうそもそもの話ですよね。はい、はい、3つの、理由をちょっとご説明したいと思います。はい、はい、まず最大の理由なんですけれど、はい、クリッカーは、ワンちゃんが大好きになるんですね、うん、大好き 100% の合図になっていくんです、はい、それは、いろいろ理由があるんですが、最大の理由はクリッカーで怒られないってことなんですね。クリッカーでいいことしたら、要は人間が望ましいことしたらカチッて鳴らすっていうことなんですね、はい、今日ちょっとねマイクの関係でクリッカー鳴らしませんけれど、はいはい、カチッて鳴らす、そしておやつを1個出すっていう風なルールでやっているんで、うん、ワンちゃんはもう、クリッカーを鳴らしたくてしょうがなくなっていくんですね、うんうん。はい、大好き 100% っていうお話をしたんですが、なんで大好き 100% にこだわるかっていうと、うん、例えば人間の声っていうのは、はい、褒められる時はいいんだけれど、うん、時々嫌なこともやれる、ダメって言われたり ね叱られたりする、うん、はい、だから大好き 100% ではないんですね、うんうん、人間の手も、なんていうのかな、いつもおやつをくれるとは限らない。そうですね、もしかしたら抱っことか、はいはい、抱っこ嫌な子は抱っこが ね手が出てきたら、はい、また抱っこされちゃうっていう風になっちゃう。うん、うん、そういう、大好き 100% を維持することが声や、例えば手では難しいんです、はい、うん、ただクリッカーはもうこれで、ご褒美を出すだけの道具なんで、うん、大好き 100% でいてくれるんですね。シンプルにいいことが起こるっていう、はい、
のにつながっているわけですね。そういうことですね、はいはい、で2つ目のルール、あ、はい、2つ目の理由ですね、うん、それが、今、名護さんがおっしゃった、シンプルに、はい、ルールが簡単ということですね、はい、もうだから人間が、見てて犬が望ましい行動をしたらカチッと鳴らしておやつを出すだけ、はい、たったこれだけなんですね。うん、はい、とっても、ルールが簡単なんで初対面のワンちゃんでも、はい、それこそ金魚でも、はい、ウサギさんでも、猫さんでも、うん、他の動物でもご飯食べる、動物であればまあまあいけてしまうっていう感じですかね、はい、ルールがすごく明確ですよね、はい、あとは3つ目、はい、これがだんだんつながってカチッって鳴るとおやつが出てくるって動物たち犬たちが分かってくると、うん、今度犬たちが思うことはどうやったら鳴らせられるかなって考えるんですね。自分でこう、なんとかコントロールして、カチッって鳴らしてやろうって、はい、考えるようになるんです、うん、要するに考える力ですね、はい、どうやったら、得するかって考えるようになるんですね、うんうん、すると自己解決力が上がっていくわけですよね、はい、ワンちゃん自身が、はい、自分でクリアする、うん、よくお散歩中に電信柱に巻きついたり、はいはいはい、椅子に巻きついたりしてるああいうふうにならない、うんうん、なっても自分でほどけるっていうことですよね。はなるほど。あとですね、はい、要はもうクイズみたいなもんですよね。何を鳴らしたら正解のクリッカーが鳴るのか、何をしたらですね、はい、これっていうのはある種のストレスだけど快ストレス、心よいストレスって言ってとても、クリアした時に楽しいんですね、はい、だからどんどん挑戦するんですね。人間もね案外クイズ番組楽しかったりしますよね。そうですよねテレビ見てても何ももらえないのに一生懸命考えますよね。で当たってたら嬉しいですもん ねあれは誰かが何かのご褒美をくれるんじゃなくて、頭の中で、勝手に自分が自分に、気持ちいいホルモンがビュッて出るみたいですね。自分の中で報酬を出してるっていうことですよね、はいはい、なのでこの3つの、理由ですよね。まず大好きが 100% っていうこと、うん、ここに、とっても、クリッカーの大事な、部分がある、はい、そしてルールが簡単、うん、だから初対面でもルールさえお互い分かっていれば成立する、はい、で3つ目が考える力を育てるから自己解決力がどんどん上がっていくんですね、うん、あとそう、自己解決力と同時にですねこれ、はい、正解って言われると自信がついていくんですね。自信満々のワンちゃんに育っていくんです、はい、いろんなことに挑戦してくれるようになりますよね。そういうことですね。はい、褒められた回数が自信ですよね、はい、褒められた回数が信頼関係なんです、うん、で怒られた回数が不信感ですよねということで、どん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 自信をつけていけばいろんな、ことをしてくれる、はい、そして、トレーニングが進んでいくとワンちゃんが空気を読むようになるんですね。今何したら得するっていうふうにだから人間がいやちょっとお座りちょっと待っててって いやいや言わなくても犬が自分でこれやったら得かなっていうことをやってくれるようになるってことですよね。はい、はい、という感じですかね、はいはい、どうですか四つ葉ちゃんは、もうクリッカー歴長いですけれど。そうですね、本当に大好き 100% なので、ね、でなんていうんですかね、クリッカーを、まあ、今ここではちょっとお話してなかったですけどルールとして始めるときに始めるよ、うん、終わるときにおしまいっていう合図を言うんですけど、始める前に始めるよって、でおしまいっていうと、まあ、あ終わりなんだなって言ってさーってどっかはい、はい、行くようにもなりますよね。スイッチが切れる、そういう点がありますね。すごい、はい、オンオフがしっかりできるようにもなりますし、はい、なんかもう職人の顔になりますよねなんかずっとやってると手やんでーってそうそうで本当にこの先ほどせいかさんがおっしゃってたみたいに、何ですか、正解もう鳴らしてやろうみたいなぐらいで、うん、これでもかこれでもかみたいな感じでもう次から次へといろんな行動、ね、いろんなこと試してきますよね、はい、してくれるようになりますよね、鳴らないことはもうやらんみたいな無駄なことはしなくなりますよね。本当に本当にそんな感じです ね、はいはい、あともう一つ、はい、クリッカートレーニングのデメリットですね、うん、これは、ほぼないです、はい
唯一もう無理やり言うとしたら人間が練習しなきゃいけないってことですかね。そう、これね、ちょうどいいんですよ。いつも、犬にお座りを、教えたりなんだり、要は犬ばっかり練習させている、はい、じゃなくて人間がたまには練習してみてごらんってことなんですね。ね、すぐ犬のことバカだ利口だって言うけれど、ちょっと鏡見てごらんっていうのが、ね、自分がどれだけ上手に犬についていってるかっていうのが分かりやすい。本当に、はいはい、結構ね、トレーニング、クリカートレーニングをやって、自分のどんくささに、私もそうでしたけど、気づくっていうのかな。いや、私も未だにそうあれついていけないな、まだまだ追いつけないなっていうね、思いますよね。人間側もすごい頭使いますから ねぐったりしますよね、終わった後、ね、はい、はい、では今回はクリッカーとはという点でお話をしました。次回はクリッカーの導入のお話をさせていただきます。78.0 FM Naha Your Radio Station Okinawa.犬のよもやま話、はい、今回次回と2回にわたってですね、相談講座をお休みしてゲストとして東北地方でご活躍のインストラクターをご紹介します。ドッグガーデン盛岡代表でありリンゴ認定インストラクターの上野さんです。はい、今回は背伸びをして、はい、初ゲストまだ我々がちゃんとできてないもう無理やり呼んで穴埋めをしてもらおうという感じでね。はい、ただですね、岩手県盛岡市っていうのは、はい、沖縄から直線で2500キロ、2500キロっていうと、那覇から辺戸岬を何十往復ですかねちょっと分かんないです、ね、何百かも分かんないですね、はい、そのぐらい離れているところなので、はい、ズームで参加してもらってますので、はい、ちょっと最新タイムラグが出るかも分かんないですね。はい、はい、では、上のインストラクター自己紹介をちょっと簡単にお願いします。皆さんこんにちは、はじめまして。こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、お招きいただきありがとうございます待てましたですね、私は、先ほどご紹介にも預かりましたが、今現在は岩手県盛岡市の方でドッグガーデン盛岡というお店をやっておりまして、まあ、主なお仕事内容としましては、飼い主様からワンちゃんをお預かりさせていただいて、私たちの方でトレーニングをさせていただくというお預かり型のトレーニング、幼稚園というものと、飼い主さんとワンちゃんが、お店に一緒にお越しいただいて、関わり方ですとかトレーニング方法なんかを、お伝えさせていただくしつけ方教室なんかを、メインでやっております。出張トレーニングなんかも行っておりまして、岩手県だけではなくて青森県ですとか秋田県の方まで、少しこう幅を広げてやらせていただいております。北海道はないの？あ、ごめん北海道はないの？北海道はですね、青森で勤めてた時に、あ、青森時代にあったんだ。はい、ありました。で、開業したのが大体2年前なんですけれども、それ以前はですね、青森県、さっきお話しましたが、青森県の青森市にありますドッグガーデン青森というところで修行しておりました。まあ、その当時からですね、末川さんだとか、名護さんにはお付き合いいただいてまして、大変お世話になりました。こちらこそ。美味しいものをいっぱい食べに連れてってもらいました。とても勉強になりました。で、お二人の、お二人との出会いがありまして、今こんなお仕事をさせていただいております。はい、まだね、上野さんはお若いんですね。名護さんもお若いですけど、もうちょっとお若くてまだ20代でしたっけ？
ギリギリ20代。じゃあ私と3つぐらいしか変わらない。私もギリギリだから。私もギリギリ50代みたいな。だんだんわけわかんなくなってきました。はい、そうそう、一番興味あるのは東北の犬事情なんですね。はい、どんな感じ東北って。ですね、まあ、うん、東北事情といいましても、先ほど、お話ししたように、今、青森県で、数年勤めさせていただいて、今は岩手県、で秋田県で仕事をちょこっとしてましたので、この3つの県において、今まで経験したことなんですけれども、うん、まあ、やっぱり、少しですね、上下関係ですかね、やっぱり、一つが。このちょっと前まであった、この上下関係を意識した、例えば飼い主さんが、ボスにならなくてはいけません、リーダーとして、振る舞っていきましょう。だから少しパワープレイですかね、うん、服従的な関係がすごく多いっていうところが、まあ、まだまだ根強いかなというふうに感じております。なるほどね。研修なんかはどうですか？研修の特徴とかありますか？柴犬が多いとか、ね、秋田犬は有名だね。秋田犬有名だよね。うん、あ、そうですね。でも、秋田犬のトレーニングは実際にまだ 2,3 頭ぐらいしか。あ、でもやってるんだ。やっぱすごい、ね。沖縄見たことないよね。いるのかな。まあ、言いはすると思うんですけど。ね、あんま見ないですね。そうですね。ね、すごい。芝はやっぱり多いの、芝犬は。うん、多いですね。なんかほら、場所を、地域差があると思うんだけど、結構問題を抱えてる子が多いなんていうのは聞くじゃない、関西地方とかだと。そうですね、はい、どうですか東北は。そうですね、まあザ・柴ちゃんが多いって感じなんですけど、うん、やっぱりそう。番犬として飼われている方がまだまだいらっしゃって、なのでこう庭先につながれていますですとか、はい、なのでそういった声のお悩みですとか、そういったことで柴犬ちゃんは非常に多いかなと思います。特に私の実家の方とかは田舎なので、田舎なものですので、うん、庭先につながれてたり、まあ、その辺歩いてたりすることもあるかと思うんですけど。沖縄では普通よ、はい、自分で散歩してるワンちゃん。沖縄はリードもなしに自分で散歩してる子が結構いて、自分でお家に帰るみたいですね。びっくりしました私は最初。野良犬、ね、野良犬はいないはずだけどって思ったら、ちゃんと首をしてて、自分でまた次の日も同じ時間帯でうろうろしてるんで、あ、散歩してるんだって、ね、盛岡はそういう子いるの？そうですね、盛岡はそんなにそこまでハードな子はいない。うん、ただノーリードでお散歩されてる方っていうのはまだちょこちょこ見かけるかなというところですね。なるほどね。ペットショップさんとかどんな感じですか？そうですね、ワンちゃんの、お勉強とかをされてるスタッフさんが、まあ、増えてるかと思うんです。頑張ってるペットショップさんも増えてきてはいると思うんですけれども、やっぱりですね、まだまだそういったところが足りないっていうのが現状ですかね。飼い主さんがワンちゃん迎えた時に、まあ、一番私たちが望んでいるのは予防的な観点なので、社会化って大事ですよとか、うん、パピーちゃんだから遊び神ですとかいたずらですとか、そういうことが出るから、こういうところ気をつけておきましょうねっていう指導があるととてもいいと思うんですけれども、まだまだそういった情報が、お伝えできてないのが現状ですので、皆さんやっぱ困ってるのかなと思います。ね、その社会化の情報がね、薄いっていうのか、誤解が多いっていうか、下手したらこの子社会化できてますで、ペットショップで販売したりとかあるじゃない。ね、いやもう一生ですよって一生やってねっていうのを言ってほしいですよね。そうなんですよね、うん、そういう知識ね、どんどんこれからもペットショップのね、プロの方たちにも、勉強していってもらえると、ね、殺処分も少なくなっていくと、ダイレクトに関係すると思うんですね、そういうなんていうのはね、うん、はい、あとは、噛んだ噛まれたっていうのはどうですか？そうですね、先ほど申し上げたような現状ですので、やはりその噛むっていう行動に困ってる方って非常に多くてですね、
予防的な観点がやっぱり広まってないがために問題が起こってからどうしよう でその問題を解決するために使う手段っていうのもパワープレイが多かったりしますから、そうすると身を守るためにもちろんワンちゃんたちも噛んでますので、はい、その行動が重篤化でですね、それでうちに来るといったことがすごく多いですね。今は噛んでから来るんだしんどいね噛む前に来てほしいね。そうですね、それは何、年間どのぐらいある、なんか1件とか2件とか。いやーもうまあ本当に昨日もっていう感じなんですけど、そうなんですね。あれは死亡事故は、そうですね、それも先月、つい先月、まさに予防しないでありまして、死ぬほど噛んじゃうの、1頭のワンちゃんが2頭のワンちゃんを、命を奪ってしまうっていう事故が、まあ、そのワンちゃんも、まあ、やっつけたくてというよりは、自分の安心できる場所を守るために、もちろん守りだもんね。守りですよね。かわいそう、ね、そういうの守んなくていいよって教えてあげられれば ねそんなことにならないのにね、悲しいね。あとそういうことで保健所さんの方からいろいろお話はいただいてたんですけれども、まあ、年間ですと今現在岩手県だと、平均、十数件そういうことが年間あるというふうに聞いてます。ただ報告が上がったものだけになるので、まあ、私は去年の夏とか特にですけれども、なんか毎週のようにドッグランで交渉事故ありましたっていうのをお客さんの方からいっぱいいっぱい聞いてましたんで、もっともっと本当は多いんじゃないかな。ついこの間も聞いてましたね、近くの公園のドッグランでそういうことがあったということですね。ね、本当楽しい場所であってほしいですよね、ドッグランなんていうのは。でも実際には事故が多分一番多い場所なんじゃないのかな。だからドッグランなんかでこういうセミナーをやれるといいですよね。そういうチャンスもらえるといいですよね。もうちょっと距離取りましょう。ソーシャルディスタンスじゃないけどソーシャルディスタンス警察なんて今朝やってたもう何でもかんでもガビガビ言うようになって大変ですけれどね。でも犬の世界もそういう距離取ってあげられればいいのと、あとね、沖縄であんまり聞かないですよね、あの死ぬまで噛んだっていうの、まあ、そうですね、あんまり聞かない、多分沖縄のワンちゃんたちって結構自由にやってるからそんなにあの繋がれてないから逃げれるっていうのかな、守らなくていいっていうのかな、ね、守るもんを減らしてあげられるっていうの大事ですよね。それには逃げられるっていう選択肢を絶対残しておいてあげないと、戦うっていう選択肢しかなくなっちゃいますからね、という部分が、難しいと思います。はい、次回もですね、上野インストラクターに東北地方犬のよもやま話を聞かせてもらいます。そして皆様からのご相談も受け付けておりますので、どしどしお尋ねください。じゃあ上野くん、また来週ね。ありがとう、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。犬道楽のワンちゃんコミュニケーション教室、そろそろお別れの時間です。今回はクリッカーのお話と東北地方の上野インストラクターを迎えてお送りしました。次回も上野インストラクターをお招きして犬のよもやま話を続けたいと思います。はい、犬道楽のワンちゃんコミュニケーション教室は毎週土曜日夕方5時30分から放送しています。ラジオは FM 那覇 78.0MHz、 インターネットはリスラジでリアルタイム配信、FM 那覇の YouTube チャンネルからもお聞きいただけます。ここでお知らせがあります。9月12日土曜日からですね、那覇市東町の沖縄ペットワールド専門学校で一般の飼い主様クラスが再開されます。
開催予定はクリッカークラスの中級とパピークラスと社会科クラスの3つですね。3つになります。それぞれご参加いただく条件がございますので、詳しくは犬道楽のホームページをご覧になってください。ホームページ01-INUDOURAKU 数字の01から始まる犬道楽で検索していただければ見つかると思います。番組へのご要望ご相談も受け付けております。それではまた来週お会いしましょう、はい、ナビゲーターはディンゴインストラクタートレーナーの末川とディンゴインストラクターの名護でした。さよなら。